皆さんこんにちは。12月の上旬は気温がマイナス10度まで下がっても雪が全然なかったんですが、この週末の夜やっと雪が降って諸富士を真っ白にしました。数日で雪がたくさん積もって、みんなが必死に除雪しています。雪の道を歩くと足元の雪が鳴ります。雪を踏む音を聞いて、本当に冬がやってきたなぁ、もうすぐお正月だなぁと思うようになります。最近、家族で雪遊びをしたり、それに乗ったり、スキーをしたりする人をよく見かけています。アイススケーティングが好きな人にとっても、今は最適の状況です。その間、ショッピングセンターはお正月に向けて、クリスマスデコレーションを飾って、綺麗なクリスマスツリーを設置しました。
この動画を見てくれてありがとうございました。暖かくして素敵な冬を過ごしてください。チャンネルに登録してくださいね。